滝の洞窟はこの辺りだったな。ここから北の方って言ってたっけ。帝国軍がいるかもしれない。油断はするなよ。しなかったな。わざわざ開けて待っていたかのようだった。なんかこういう時ってあの人出てきそう。帝国の宰相か。案内してくれんなら別にいいけど。気を許していい相手ではない。しかしこんな状況ならコル将軍に手助けを頼みたいところだが。そういえば見ないね。忙しいのかな。メルダシオに王の墓所捜索を頼む代わりに難しい退治依頼を引き受けているそうだ。相変わらず働き者だな。あの辺でどう？記念写真。ああ、撮っとけ。よし。雨か。頼むな。チョコボー、この辺で撮ろうぜ。いいね、ここで撮るよ。はい、撮ります。お、いい感じ。ザハギンだ。鋭い歯で獲物をねじ切る。逃れようとすると歯が深く刺さる。要注意。とにかく噛まれなきゃいいんだろ。頼んだプロット。さてどうする。みんな行くよ。ファイヤー。行くぞ。Yeah!
か。よろしく。ありがとうな。ありがとう、チョコボよっ。頼むな。いや、この先に用事？現れた。帝国軍がいるから一緒に行こう。何？大丈夫、話し通してあげるから。はい、出発。俺からあんまり離れない方がいい。帝国兵と無駄に戦いたくないでしょ。今3人しかいないみたいだしさ。あれ、静かだね。話すことは特にない。そうだ、この先は古代遺跡だけど、君たちの目的はミスリル？話す前に分かっちゃってるし。いやさ、ミスリルは貴重な鉱石でしょ。だから封鎖もしてたし、帝国軍はいるわけで。それを分けてくれんのかよ。分けないよ。そういうとこケチだし。自分で採掘するならいいんじゃないかと思ってさ。ちょっとそこで待ってて。何するつもりなんだろう。わかんねえ。いいってさ、どうぞ。君たちが入隊希望者で訓練を受けに来た子たちだって。ルシスの王子一行でしょ。おい。まあ、私は気ままな傭兵みたいなもんでね。それにあんたたちの正体も知らない。もう準備できてんの？え？ここで何かやるんだろ？監視ついでに手伝ってやるから。中は手ごわいのばっかりだよ。じゃ、仲良くやって。アラネア巡視をよろしくね。この遺跡、日があるうちは入れないよ。中を探るなら夜を待つしかないね。ここ何の場所だったのかな。イグニス知ってる？
いや、住んでた人はどうなっちゃったんだろう。中に入って探してみなよ。入れねえか。やはり待つしかなさそうだ。どっかから入れないかな。帝国が調査済み。おとなしく夜を待ちな。ライトをつけるぞ。了解。ほーら、やっぱり絶対怪しかったからね。なんかあると思ったよ。行きますか。珍しく前向きだな。外にいた二人は仲間？かなり慕われているようだったな。どこまで続くのこの階段。ふぅ、やっと終わり見えてきた。住んでた人、あれ、なんで明かりついてんの？まだ誰かいるのかな。まさか。歓迎は期待できないね。用心しておいた方がいい。待ち伏せされてるってこと？かもな。ちょっと借りたくなってきた。こっちは何かあるかな。ん？だいぶ風化が進んでるな。なんか今にも崩れてきそう。部屋多いな。行くぞ。じゃないか。泳いでる。わけわかんねえな。ここは水の中なのか。ん、俺息苦しくなってきたよ。映画みたいだな。グラディオも来たらよかった。クリア。上か。はい。行くぞ。見てろよ。行くぞ。ナイスブロックだ。よっ、次。
悪くないね。こっちは調べたか？ここなんか気になる。どうした？こっちって言ったっけ？見落としたか？確証ないけど、あのさ、崩れないって保証はないぞ。死骸とは腐れ縁だわ。どういうことだ？軍とこいつらはまあ深い関わりでね。帝国軍はここで何を？標本集め。最近はそんなんばっかよ。何の標本？死骸。死骸と関わりってさ、どんな？さて何でしょう。答え当ててく形式？ほら！こいつらはね、兵器になるんだ。え？あんたたちも見たことあるはずだよ。最近の帝国ってのはどっかおかしくてね。ずっとおかしいだろ。だよね。やめようかと思ってさ。ねえ、軍やめたらどうするの？私はもともと傭兵だからね。部下連れて死骸相手。すごいね。完璧だ。連携成功。さてどうする。気持ち悪い。行くぞ。ほら。帝国がおかしいというのはどういう意味なんだ？皇帝も新しい将軍も意識バラバラ。最初もあんな感じでしょ。付き合ってらんないわ。崩れないよね。そんな、やばっ。寝てる暇はないぞ。助かった。
ナイスプロンプト。いい感じだ。その調子だ、ドクト。プロンプト。見えてる。ゾッタ。ナイスプロンプト。任せて。終わりか。したからな。なんかさあ、すっごい宝物ありそうだよね。そんな気するよ。素材を探しに来たんだぞ。戦闘は慎重によ。グラビオ検証。ドクト最強。当然。頼んだ、プロンプト。
みんな行くよ。ファイヤー！また階段だよ。嫌な予感するな。階段続く、どこまで続く、ずっと続く。大丈夫か？悪くないね。向こうにも行けそうだ。行くか。ああ。渡ってほしくないそうだよ。
僕も同感なんですけど。さてどうする。悪くないね。分かれ道だね。どうすんの。宝どっちだろう。それが分かればいいんだが。行ってみるしかないか。迷わないように注意しよう。進むよ。あなたは特に動く必要はない。せい、悪い。行くぞ。よっ
直しだ。はいよ。はいよ。みんな行くよ。とどめくん。何してんだよ、王子。終わり。平気かい、王子。これくらい余裕だ。そうね。そうでないと困るわ。信するなよ。あんたたち、終わりだ。例外じゃないわ。それ世界的な話。また話が壮大な。
あ、広い。うーわ、大きなやついそう。戦いやすくて好都合じゃないか。やったな。わあ、俺生きてる。今すっげえ焼肉食べたい。やるじゃないか。はあ、ここで終わりのようだな。ねえ、アラネア。あ？死骸と関係ある兵器って何？魔導兵は見たことあるね。ああ、あれは死骸の研究から生まれたんだ。死骸から？不気味な国だよ今の帝国は。気をつけな王子。ああ、王様か。ああ、
外だ。じゃあ私はここまで。まあ大変だろうけど、あんまり立場に縛られすぎんじゃないよ。騙されていたのかもしれないが、力を貸してもらえてとても助かった。そりゃよかった。まったく疑り深いこと。あなたもどうか気をつけて。おう、あら、ありがとう。じゃあね、次があったらまた手伝ってやるよ。ああ、あと最初から帰りは送ってやれって言われてるから、準備ができたら船に乗せてやる。無事に済んでよかったね。ノクト、シドニーから連絡があった。なんて？レスタルムの精錬技師を訪ねろと。工場にシドニーの友人がいるらしい。ミスリルを渡せばいいそうだ。そしたらやっと船が治るってわけか。休憩が終わったらどこにも寄らずレスタルムに行くぞ。しっかり準備してくれよ。この湖もしばらく来れないか。今のうちに釣りでもしといたら。レスタルムに行くんだって？じゃあそこまででいいね。ああ、よし、準備はできた？できてる。頼むわ。はい、行くよ。うわ、あれ、赤い機体。